新潟付近鉄道路線図東、新潟港駅は、新潟県新潟市東区林港一丁目にある日本貨物鉄道の貨物駅である。新越本線貨物支線の終着駅であるが、2002年6月1日より休止されている。新潟港西港区にある地上駅。現在は走車場が残されているのみである。かつては、 昭和シェル石油新潟製油所や駅東南にあった新潟鉄鋼所大線工場へ続く専用線があり、石油製品の発送や工場で製造された車両の搬出に使用されていたが、昭和シェル石油新潟製油所の閉鎖及び新潟鉄鋼所大線工場の新型東高地区への移転に伴い1998年11月18日の発送をもって廃止された。 東駅もその日以降、貨物列車の発着はなくなっている。焼島東駅間に存在した国道113号線とクロスする踏切は、遮断棒や警報機設備が撤去され、軌道もアスファルトで埋められて事実上の廃止状態となっている。1980年代までは、昭和シェル石油新潟西油所専用線や新潟鉄鋼所専用線のほか 新潟港臨港埠頭に張り巡らされていた臨港コーポレーション専用線や食料庁倉庫専用線、新潟鉄工所専用線から分岐していた藤田建材リース、新潟工場専用線などが存在した。なお、撤去された線路のうち、新潟港臨港埠頭地区の敷地は後に新潟港トンネルの山の下側で入り口部分の道路として活用されている。 昭和60年版私有化者番号表、ドワイライト像マニュアル13ネコッパブリッシング、2004年、地方鉄道貨物運輸開始、関東1924年12月8日、地方鉄道運輸開始、関東1941年7月30日、鉄道省国時第171号、関東1941年8月27日、 日本国有鉄道工事第244号、漢方1954年8月26日、日本国有鉄道工事第15号、漢方1958年1月28日、ありがとうございます。